館長様、ごきげんよう。近頃は日差しが暖かく、そよぐ風から花の香りがして、寝具を干すのに最適ですね。あまり無理をしないようにと言われましたが、ポカポカしたお布団と枕は最高の睡眠につながりますから、メイドにとっては意味があることなのです。館長様こそ規則的な生活をするとおっしゃったのに、ずっと部屋にこもってお仕事をされていますよね。館長様が机に突っ伏して仮眠している間に、簡単なお仕事を代わりに片付けておきました。少しは
館長様の負担を減らせるかと思います。後ほど以前館長様と一緒に行った花屋でお花を買ってきます。外出する暇もない館長様のためにこのリタが春を連れてまいりましょう。バラ、スイートピー、カモミールにフリージア、お花の香りは館長様の疲れを癒してくれるはずです。館長様がこの手紙を読まれた頃には花屋から戻れるかと思います。館長様さえよろしければ一緒にお花を生けてみませんか。春にぴったりなお茶とお菓子をご用意してお待ちしております。リタ・ロスバイセ。
Thank you.
Yeah.
Thank you.
Thank you.
この炎は最後この炎この最後の瞬間まで私を導いてく今日はどんな妖精なの
美しい世界を守るために戦うよ。火炎罰剣、決戦の時が来た。雷の律者、私は闇に落ち、代わりにあなたを光に戻す。雷の律者、あなたの力になります。私は闇に落ち、代わりにあなたを光に戻す。
然雷鳴の時行動開始。私に服従しなさい。雷鳴の時行きましょう。
明日はお休みですが、ブローニャはサボりません。ん？浮いているお姉ちゃんはゼーレよりも背が高いね。ゼーレも大きくなりました。